こんにちは、安藤祐介です。今日は車椅子やベッドに浅く座っている方を簡単によくまで座り直してもらえる解除法をお伝えします。それでお伝えします。介護現場では今のマスクマンのようにベッドや車椅子や便器からずれ落ちそうになっている方がいないでしょうか。この時落ちたら大変と思ってなんとか抱えるようにして奥まで座ってもらっている介助者もいるかもしれませんが、助手さんも座りが浅くなっていることによって不安定で体が固まりがちになっていることが多いので、この状況で持ち上げるようにして奥まで座ってもらうのは簡単なことではありません。そこで今回ご紹介するのが片足を支えて軽く押させてもらう方法です。例えばベッドに浅く座っている方がいたとします。この時は片足をよく曲げてもらって、もう片方の足を90度ぐらいに曲げてもらいます。そしたらこちらの足を介助者の片足で支えます。これで準備完了です。あとは介助者に捕まってもらって、しっかり立たなくていいので軽くお尻が浮くような感じで押させてもらう。座りが足りなければもう一回軽く立ってもらって押させてもらう。こんな感じです。この介助のポイントは2つあります。1つ目は片足を広く支えることです。例えばこのように膝で支えようとすると点の支えになって助手さんが痛がってしまうので、このふくらはぎの外側の柔らかな面を全体的に使ってこのように支えていきます。これがあれば助手さんが痛くないですし、力もうまく伝えていくことができます。2つ目は片足をよく曲げてもらうことです。立つときは両足の上に体が乗ることになるので、例えば両足をよく曲げてもらって、この状態で軽く立ってもらって座ってもらうだけでもお尻は自然と奥まで行きます。ただご自分で立てない方だとこの解除するのは難しいので、もう一回前に出てきていただいて、片足だけでもよく曲げてもらって、もう片方の足を介助者が支えさせてもらいます。そしてまた立ち上がってもらうと、こちらの曲げた方の足が基準になってお尻が後ろに行くので奥まで座り直すことができます。最後に介護度が高かったり体格が大きかったりして片足だけの支えでは足りなかったり、そもそも立つ介助自体が難しい方の場合をお伝えします。この場合は介護者が座って助手さんの両足をお腹で支えさせてもらいます。そして寄りかかってもらって、この時いっぱい前かがみになれればなれるほどお尻が軽くなってくるので、前かがみになってもらって押させてもらう。で、座りが足りなければもう一回前かがみになってもらって押させてもらう。はい、こんな感じです。この角度からもう一度解除します。足を投げ出されていたら曲げていただいて、この膝のところをお腹のあたりですね、ここで軽く支えさせてもらいます。そして寄りかかれる方は寄りかかってもらって、でこういった寄りかかりがもし難しい方がいたら介助者にギュッとこう捕まってもらってもいいです。そして押すと言ってますけど、実際は押すよりもほんと支えておくだけで大丈夫です。軽くお尻を上げてもらって、はい、でも足りなければもう一回行ってもらうと。はい、こんな感じですね。よろしければ参考なさってください。あなたの介護を応援しています。ありがとうございました。 Thank you.